これ後から調べたら引き出したい金額を入力してイエスを押してくれっていうことだったんですね。いつの間にかゴキが死んでる。これのおかげで死んでくれてたのかな。はい、動画編集一段落ついたんで一旦編集終わりにします。いやまたずっと飲まず食わずで一日ここにいてね、転がって編集するだけで終わっちゃった。なんかブラブラして食い物あったら食いに行こうと思います。もうだいぶ遅くなっちゃったからな、あんまお店やってねえかな。日曜の夜でも結構人いっぱいいるな。もう10時回ってるけど、そしてこんなとこでもビアードパパはあるっていうね。でこういうカフェもねいっぱいあるんですよね、ベトナムって。ベトナムコーヒー有名だから、なんか世界でブラジルの次にコーヒーが盛んな国なんですよね確か。うわ、なんだこれ天然ない、これちっちゃいイルが誰か飼って、めっちゃ可愛いけど、どういうこと、誰かのいる、周り人いないけど、野良チワワ。カンガルー見て。でこんな日曜で夜10時半とかでもこんなみんな暗い中、公園の遊具で、遊具じゃねえか、トレーニング機でトレーニングしてんだよな。熱帯魚だっていうか金魚屋さんだ。余計濃いだ。めっちゃところ狭して、すげえ、なんだこの魚、見たことない顔してる。暑そう。今日も日曜なんでウィークエンドナイトマーケットだっけやってますね。ちょっと今閉まりかけのとこでね、ちょっとこのサンダル気になってちょっと見ちゃったんですけど、ナイキのこれが、あ、500円ぐらいか。 This press down one hand down this please 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 no no ok、なんかあれ、カエルフリ作戦したら認めて売ってくれるって聞いたけど認めてくれなかった。まあいいや、じゃあワンサウザーでいっか。500円、600円ぐらいか。負けられなかったら、まあ、欲しいから買おう。ちょっと部屋の中で使うサンダルもないし。あ、来た、ちょうど。はい、売ってもらいました。これがちょっと負けてもらえて9万ベトナムドンで買いました。522円ぐらいですね。これちょっとホテルのね室内履きとしてこれから使っていこうと思います。っていうかベトナムドンで買い物するのめちゃくちゃ難しいな、慣れないうちは。もう桁多くてゼロ多すぎるから、なんかゼロ1個数え間違えて多く払っちゃったりしてんじゃねえかと思っちゃう。あっちが結構突然して取ってくれるからさ、計算してパッてゼロ1個多いの取られちゃうような気がするんだよね。フルーツ屋さんだ。あ、グラムで売ってんだ。姉さん。いや、姉さん。ありがとう。あ、上手。お、待てです。ボン。タバコ？タバコ。タバコなんだ。You try。お。ちょっとやんま。やり？Yeah. クラクラする。めちゃくちゃクラクラくる、一瞬で、やば、大丈夫かな。ウォーター？いや、ウォーター。おぉ。水タバコなのか。Thank you。すげえ、ヤニクラっぽくなるわ、一発で。深く吸いすぎたから、多く。ああ、来た。でも、普通いい人たちだったな。体験だけさせてくれて。なんかここ人気そうだからこれ食べてみようかな。これがいう、なんか This one OK。 まずフォーをこうやって湯がいて、
もうスープで湯がくんだ。この灰が落ちそうでね、野菜入れて、なんかちっちゃい貝だな、あれ海鮮系のヌードルだのかな。あ、もうスペシャルだ。で最後スープ入れんだ。うわあ。最後俺。はい。Thank you。あ、来た。マニキュアしてる。あ、Thank you。あの分を食ってやつ。あ、そうだ。で具材が海鮮系だ。と肉とか結構スペシャルな感じだ。お揚げとあとかこういうちっちゃい貝も入ってる。いただきます。うん、これうまっ。うん、あっさりでな、香菜が効いてる。あ、ちょっと酸っぱめのなんかスーラータンメンのスープ、スープ茶みたいな。あ、やっぱ酸っぱい。ベトナムってやっぱこう優しい味なんだろう、ラーメンが。まあやっぱタイはさ、何食っても気抜いたら結構どんどん辛いのあるけど、ベトナムはそんな辛くないからいいわ。やっぱこんだけ暑いともあんま辛いの食いたくなくなってくるわ。うん、あっさりしててうまい。うん、お揚げだ、ほんとお揚げだ。でこのハムみたいなチャーシュー、これうまっ。なんか軟骨とか入ってる。あー、ズレも汗吹き出るわ。このスパイスも入れたらうまいって唐辛子。あ、イエス。あ、オーケー。Hello, フィリフッド。ハロー。リオンハロー、イゴン。ネットボールハロー。ハロー。行くよ、行くよ。 OK。 あ、ここ宣伝してくれてんのね。ワイニャハロイ、ニャハロイ。ダブわかんだよ、ダディ言ってるとか。ニャハロイ、ニャハロイ。めっちゃ美味しいってやつ。ニャハロイ、グーグー。これも入れなって、辛くなるってうまいからって。あー、Thank you。 サービスしてくれる。うまかった。ごちそうさまでした。バイ。撮ってよ。バイ。すごい、みんなカメラに手振ってくれるわ。いや、普通にやっぱあっさりでうまいわ。ほんとヘルシーだな。野菜をいっぱい取れるし、薄味だし、あっさりだし。いや、ベトナムいいわ。で、かなり悔しいのがやっぱ英語はな、通じないんだよね。みんなやっぱ基本ベトナム語しか喋れない。まあ俺も英語喋れないけど、そんな俺でもやっぱ通じないぐらい、あんまベトナム語しか喋れないから、結局なぁ、コミュニケーションもっと取れたらな、面白いんだけどな、会話できて。そう、Thank you。 歩いてるとめっちゃなんかバイクの人が英語でウーマンハッピーマッサージみたいに言ってきて、多分エロマッサージのキャッチみたいな感じだろうから連れてってあげるよって感じなんだろうけど、まあいいや。また来た。Move my girl, happy ending. No, okay. Next time. No, okay. What? I have photo picture of woman. Picture? Yeah. Woman, girl, massage. Very beautiful girl nearby here. Ah, so, 可愛い女の子のマッサージ受けどんな可愛い子がいいですかってことか。Yeah, okay. No, okay. Hey. Next time.オーケー、めっちゃ大きい裸の女の子のね、写真綺麗な。またネクタイム。オーケー、Thank you。めちゃくちゃ美人な人の全裸写真を、いや、まだついてくる。オーケー。めっちゃ見せてくれたけど、絶対そういう人来るわけ。オーケー、Thank you。
Okay, no, no, next time. Thank you. Bye. もう今時間もね11時半とかもうすぐ12時だから、そういうキャッチもいっぱいいるのかな。とりあえず帰ろう。こういうねスマホケース屋もうすごいあるんですよ。めっちゃある。ゴミがねすごい散らばるんで、みんなゴミの掃除大変だな。すごいわゴミの量が。レオンしんちゃんの字が逆だ。それたら絶対毎回シャワーマストだわ。滝汗やっぱ。いやでスリッパも自分のだと全然やっぱ綺麗で気持ちが違うわ。本当これまでずっとこの宿の誰が何回使ったか何人使ったかどんぐらい洗ってるのか分かんないスリッパだったから。やっぱ早かって早かべきだった。あれなんか茶色い。なんだよ。地球。でまたコンビニで帰りシュウェップスの。飲んだことない黒味トニックソーダソーダウォーターかな、これ買ってきました。58円、1万バーツぐらい。あ、これはソーダ水が甘くないやつだ。なるほどなるほど。よしじゃあもう今日は遅いんでもう寝ます。さあ2日間泊まったねこのホテルも今日までなんでね、ちょっと宿をちょっとまた別のとこ予約したんで、とりあえずちょっとここ掃除してパッキングしてもうこのホテルを出ようと思います。はい、よし片付いた。じゃあチェックアウトしよう。早く早く明明早く明明回来。Thank you. Come on. ホテルみたいだけど。はい、お邪魔しました。はい、じゃあね、さっき予約したね、次泊まるゲスあの宿に移動しようと思います。次はね、ゲストハウスに泊まります。ちょっと休んで、値段抑えて。まあ、ここから歩いてすぐなんでね。久々っすね、海外のゲストハウス泊まるの。毎回結構個室だったから、ちょっとじゃあそのゲストハウスに向かってくると思います。暑いわ今日も。もう今日最高気温39度とかでね、40度来そうなぐらいなんですよね。あとはここだ、予約したのハノイバックパッカースートホステルってとこ。ここね今回3泊予約したんでね、ちょっとじゃあチェックインできるかな。ちょっと流行ったけど、久々の本当ベストハウス。ちゃんといいとこあったらいいな、あんま汚くなかったら。すごい多国籍な感じ。はい、支払い済んだんでお部屋に案内してもらいます。暗いな相変わらず。
か上に来たらゆっくりするスペースみたいなとこあった。いや思ったより綺麗でした。ゲストハウスよかった。汚いゲストハウスじゃなくてドミトリーじゃなくて水場が結構綺麗だったな。トイレシャワー、うん、まあ、ベッドはね、まあ、ちゃんとカーテンあって、まあ、シングルサイズだけど荷物もベッドサイドに置いて、まあ、前よりはもちろん狭いけど、まあ、そんな悪くはないですね今のとこ。なんかでもずっと真っ暗でしたね、廊下も室内も。でなんか日本人らしき人はまだ見てませんね。アジア人もなんか黒人の人が多かったですね、泊まってる人は。で値段が3泊で1961円でしたね、キングドットコムから。なのでまあ1泊653円とかなんで、まあ、全然昨日まで泊まったところはね半分ぐらい安いんで、うん、まあドミトリー慣れしてね、毎回ドミトリーでいいやってなれればね全然安上がりなんですけど、宿泊代本当なんて言ったって宿泊代ですからね、かかるのは毎日もうそれが憂鬱になりますもん。もう宿移動するのもめんどくさいし、安いとこ探してね予約するのもなるべく個室がいいけどとかいろいろ考えたりするのめんどくさいんでね、まあ、とりあえず今日から3日間このゲストハウスのドミトリーに泊まります。よしでちょっと腹減ったんで外に出ようと思います。まあ、ここは共有スペースみたいな感じでびっくりするんだな、みんな。すぐでもここからね旧市街とか近いんでアクセスはいいですね、立地はいい。であれだ、部屋ね暑かったっすね、クーラーついてたけど、なんかやっぱカーテンあるからかなんかわかんないけどすげえ暑かったわ。まあ寒いのも嫌だったけど、まあ暑いのもしんどいな。夜とか涼しくなったらいいんですけどね。BNE は世界中にありますね、どこでも。便器が捨ててあるわ。捨ててあるんだよね、あそこで捨てるわけじゃないもんね。あ、なんかこのね、飲み物ジュースのお店、前のホテル近くに回ってすげえみんな並んで見てた、並んで買ってたんだよね、ベトナムの人が。あ、チェーンなんだ。あ、買ってみよう。これ何か分かんないんだけど、なんだろう、お茶かコーヒー的な感じかな。ハロー、This called one。 Come on。 じゃあこの謎のベトナム人がみんな買ってたジュース、100円ちょっとのやつ、いただきます。うん、あーなるほど、甘い。あのボバ、タピオカミルクティーの、ミルクティーじゃなくてアイスティーのタピオカ、アイスティーのタピオカ入ってないやつみたいな感じだ。うん、まあまあまずくないけど甘いな。うん、まあまずくはない。これが好きなんだ、ベトナムの人はみんな。これなんか下にタピオカみたいにゼリーが入ってて、ちょっと細長い細いで、ここに種が入ってて、なんか食感もちょっといろいろ楽しめるようになってるわ。なんかだんだんうまくなってきた。ゼリーふにゅふにゅで、この種がプチプチって感じでストローから入ってきてうまい。あ、ここは線路の街だ、線路通りだ、おしゃれ。なんかここは観光地なんだな、観光客っぽい白人がいっぱいいる。綺麗なトイプードル、 UFO キャッチャーだ。クレシンドラえもん。ちょっとここのねロアンマイっていうところが美味しいらしくて、ちょっと来てみたんですけど、ちょっと昼休みでちょっと夕方の5時までは開かないそうなんで、ちょっと後でまた出直してきます。ちょっと暑すぎるから、このなんか電化製品やデカめのこんなんあんだ、綺麗な。ちょっと中入って涼もう、涼しかったらいいな。あー涼しい。テレビたくさん売ってる。よし、ちょっと蘇った。マジでマスクがやばいわ、もっと熱中症になりそう。ちょっと暑すぎるから休憩、コンビニでコーラ食べまして。保安キエムコ行きました。
この間ね、お祭りやってた周りの。写真撮ってあげる、撮ってって言われたら撮ってます。 OK? メッシー Thank you. あ、はい、OK? ありがとう。おお、ナイス、サンキュー。みんなベトナムの人、人がすっごくて、ね、優しいね。こうやって信号待ってる間もここに待ってる人用の扇風機なんかな。ありがたいわ、涼しくて。全然青信号でもね、全然バイク横切るんで気をつけながら歩かなきゃですね。これはハノイ宴劇場、歌劇場ってとこっすね。ヒルトンだ、ヒルトンホテルかな。すごい、なんか制服かっこいい。警察かな、警備員かな、警察だ。今見た。はい、ちょっともう一個行きたかったところ着きました。フォーティーンっていうここ、フォーの美味しいお店で有名でね、これ支店がね、東京の新宿とか池袋にもある有名なフォー屋さんなんだけど、やってっかな、フォーティーン。 OK? Hello, order here, one phone. How much? 70,000. はい、7万ドン入って入りました。すごい、もう着席した瞬間着丼された。すごいですね、ネギはたっぷりなんですよ、この方。あ、うまそう。肉も牛肉から入ってるし、ネギらしきものたっぷりで、いただきます。いただきます。これはうまいわ、めっちゃうまい。なんか完成度高いって感じ。スープもあっさり、なんか住んでてコクもあって、あ、これは本当日本人の舌にも合うって感じ。麺がもちもちだ。めっちゃうまい、麺がうまいわ、もちもちで、牛肉もで、ネギもさっぱりして、湯がいっぱい入ってて。卓上もいろいろあってね、これ多分ビネガー的なお酢ですね。ビネガーお酢に唐辛子が入ってるみたいな、うん、酸っぱ辛くなる。いや、うまい。やっぱ有名なギャル、東京、新宿には、新宿と池袋に割れたギャルは。うまい。値段はね、400円ぐらいかな。まあ、ベトナムにしてちょっと高めの一杯って感じなのかな。ああ、いや、食い応えあったわ。麺もしっかりしてて、なんか、やわやわじゃなくてね。で、具沢山で豚肉、あ、牛肉がうまかったし、ネギもたっぷりで、スープもコクあってね、なんかうまかったわ。いや、ずっと食いたかったから食えてよかった。ごちそうさまです。なんか何やってんだろう、これ。あ、将棋、軍技みたいなのやってる。ハンターハンターでやってるか。めっちゃエキサイトしてる。あ、すごい、どっか。ベトナム版将棋みたいな感じかな。中国版か。あ、しかも路上でこんな髪切ってる人もいる。
すごいお金かかってるのかな、なんかお金持ってる人もいるけど、かっこよ。アディダスとグッチがコラボしてる。これ本物なのかな、偽物、本物だったらすげえ、こんなコラボあんだ。なんか石神井公園思い出すな。そうだね、ゴックソン寺院。まだ夜に来たけど、ここ金かかんのかな。やっぱ無料じゃないんだ。じゃあいいや、金払ったらその先こうやって渡っていけんだな、あっちに。わあ、危ねえ、行かれるとこだった。分かった、ここだ。ここはなんかハンコ屋でオリジナルのハンコ作ってくれるので有名なとこなんですよ、ね、自分の写真とかで自分のハンコ。フォトスタンプすごい、なんかナンシー席みたい。こうやって名前も入れられるんだ。でかいの、こっちは高そうだな。 How much? 1,500円ぐらいか。なるほど、まあちょっとまた考えてこよう。 OK I'll be back, thank you。 なんかちょっと暑くてやばくなってきたから、じゃあここでジュースでも飲もうかな、やってっかな。 OK、 Store has smoothies and fruit juices, mango, pineapple, guava, orange, lemon。 パイナップル、あそこで作ってくれるんだ。ジャパン、Yes。 あ、甘いやつか。モンドレイクリーマー、うん。あ、クリーミーな感じなんだ。来ました、パイナップルスムージー。45000バーツぐらい。あ、パイナップルの味だ。めっちゃうまい。クリーミー感もあって、まさっぱりしてる人がいるだけで。コーラも頼んじゃった。飲み足んなくて。はい、そしてここから最後に前々回の動画でベトナムについてからした海外キャッシングの結果を報告したいと思います。まず僕ベトナムについて ATM でね、海外キャッシングをして200万ドン、まあ、その日のレートで1万1622円を海外キャッシングして、でレシートには5万5000ドン320円の手数料がかかりますって書いてあったんですね。でその3日後セリナアプリを開いてキャッシングの結果を見たら、借りた分1万1610円、ね、この時のレートプラス利息たった17円だけ、これだけだったんですね、上乗せされてるのが。レシートに書いてあった手数料5万5320円は加算されていませんでした。なのでこの申し込みからね、繰り上げ返済して、借りた分プラス利息17円をつけるだけでね、返すって、海外キャッシングできたってすごいお得でしたね。はい、はい、以上です。ご視聴ありがとうございました。